では、今回はですね、あの、モッポというですね、韓国のね、南東部のね、街なんですそこをね、紹介していきたいと思います。ここね、日本旧総領事館でね、まあ、建物として美しいですね、ルリンで防空港もあったりなんかしてね、またここね、ちょっとのどかでいい場所だなと思ったんでね、ぜひ紹介したいと思って紹介します。で、このね、モッポっていう駅にね、電車で私はね、向かったんですけれども、ムアンとかね、 そういうところから近い場所ですね。あのー、関空からね、ムアン便っていうんですかね、が出ててね、当時安かったんでね、行ってみましたね。で、場所はですね、まあね、九州ここでね、ここチェジュ島でね、本当にここですね。でね、ムアンがこの辺ですかね、電車でね、まあすぐですよね。で、ここがね、まあ日本が作った電車みたいな、線路みたいなんですけど、 その、そこからですね、終着駅ですね。で、えっとね、ここをこう、まあ、歩いていくとですね、ここに公園あったりですね、あの、日本のね、その、旧日本領事館の建物あったりとかね、ここにあの、近代博物館とかあったりとかね、まあちょっとあの、Google マップだとね、韓国出ないんでね、ちょっと Google マップでの紹介ちょっと難しいんですけど、あの、そうですね、コネストですかね、なんかそんなね、マップを 韓国のね、があるんで、それをダウンロードしてね、行くと、まあ便利なのかなと思いますねで。こんな電車でね、行ってね。まあ韓国電車ちょっとね、本数足りないんじゃないかとかね、座席数少ないんじゃないかと思うんですけど、まあこの時はね、座って行きましたね。ね、もっぽ、木に裏って書いてもポって読みますね。 まあこれもね、なんか私的には日本当時の建物かなとか思いつつね、写真撮ってましたね。で、このコナン線終着駅ってもあるんですけど、このコナン線っていうのはね、日本が作ったやつですね。まあ、こんな感じのね、古そうな建物なんかも見て、もうちょっとね、年代とかわかんないんですけど、まあ、落ち着いた街の、街並みというかね、いい雰囲気ですね。この時ね、夏行ったんで暑かったんですけど。 これもですね、当時のね、日本の建物らしいですね。こんな感じですね。まあ、これに限らずですね、ここら辺日本のね、建物いっぱい残っててね、まあ、見ればわかるかなーっていう日本家屋とかね、あったりするんでね。で、韓国、意外とね、その日本家屋が残ってる場所とかがいっぱいあってですね、それね、ちゃんと残してね、こうなんか映画のロケで使ったりとか、特にね、軍さんとかなんかいっぱい残ってますね。 まあ、あと、インチョンとかですかね。私はね、そういうところは、まあ、韓国、まあ、日韓関係ね、いろいろ難しいのは承知した上で、この時も言ってるんですけどね、まあ、その、政治とはね、まあ、人は別だと思ってて、人はね、割と親切だと、私、個人的にはね、思ってますね。まあ、もちろんね政治で、政治とは別なんでね、そこはちょっと強調しておきたいと思いますね。 これもね、日本の時のね、建物みたいでね。よくある、なんかこう、R、R でこうっていうんですかね。R が美しいですよね。カーブがね。当時流行ったんでしょうね。まあ、そんな感じの建物ですね。これなんかもね、当時の建物かなと思ってね。木、木造でね。まあ、こんなね、助産所とかね。人力車とかね。 看板残す。なんかね、映画のロケとかで使ったのかもしれないですけどね。まああの、無案の人とかね、こう割とね、親切だと、個人的には本当に思うんで、まああの、日課関係ね、気にしてる人もいるかもしれないですけど、まあ、大丈夫かなと思ってますね。これもね、こんな感じでね。なんか全然ね、その、 私もね、韓国語は全くアニョハセヨぐらいしかわかんないんですけど、あとマシソースよりで美味しかったですかね。なんかそんなぐらいしかわかんないんですけど。当時ね、バスがね、なんかバスターミナルから遅れて、なんかなんとかね、わかんなくても手配してくれてね、こう途中で人隣の人もね、ここで俺乗り換えるんだよみたいなこと言ってね、とかなんかその、私一人のために大型バスでね、なんか出して空港まで出してくれたりとかね、ほんと親切でしたね。 ここはね、あの、モッポッモっポチンっていうんですかね。なんかあの、お城っていうんですかね。重要な場所だったみたいでね。その朝鮮時代のものなんですけれども、このね、海眺めてね、景色のいい場所でしたね。で、ここはですね、東洋拓殖のね、モッポ視点でね、これ今、博物館になってますね。 なんかね、後ろにも似たような形で増設されてるのがわかるかと思うんですけれども、あの、角から見るとね、こんな感じですね。入り口がね、なんかいかにも日本のね、古い役所とか,かね、建物というかね、まあ、あの、会社ですけどね、この建物は、もともとがね、遠い特色ね、日本っぽい作りになってますよね。 玄関がね、この右にあってですね。あ、階段が右にあってですね。まあ、こういうね、展示があって、まあ、結構人いましたね、当時ね。でまあ、展示内容はね、まあ、こういう写真とかね、なんか日本統治時代の話とかね、まあ歴史資料館的なものですね。ここがね、なんか金庫みたいなね、わかりますよね。まあ、ただね、ここね、9割9分以上韓国人で、日本人多分私だけでね、 ちょっとアウェイ感はありましたけどね。まあ、その展示内容がね、そのなんか、慰安婦に絡むものだったりとかね、まあ、そういうのありましたけど、まあ、特に、私はね、多分日本人だっていうのはみんな分かってたと思うんですけど、みんなっていうかその、まあ顔とかね、なんか見れば分かると思うんですけれども、特に嫌がらせとかね、されることもなく、普通に観光できましたね。これはね、あの、ウガキ大将、ウガキ大将ですかね、朝鮮総とかのね、 朝鮮陸地、年発祥の地ですかね。まあ、こんなものも残っててね。まあ、向こうからしたらそのなんか日程残しっていうね、日本帝国主義の残りかすみたいなものだと思うんですけど、自由を書くんですけど、まあ、そういうのもね、展示されてますね。でね、この階段は、まあ、さっきの階段です。ここにね、この石があの、私初めて見て,てですね、 発甲一遇って書いてあるんですね。まあ、あの、宮崎、宮崎平和公園とかにね、あの発酵一遇の塔ってのありますけど、ここにもね、発酵一遇って書いてあってね。まあ、民族ね、あの、どの民族も仲良くやりましょうっていう意味なんですけれども、当時からね、こういうのはちゃんとスローガンとしてはね、書いてたのかなと思いますね。これも陸軍大将のね、南次郎ですね。 日本よりもこういうものがね、逆に残ってたりするかもしれないですね。で、2階に行くとね、まあ、3階にはこうやって行けないようになっているんですけど、その韓国の向こうでいう、なんか幸福っていうんですかね、光を復元するみたいな、なんかそんな展示でしたね。で、これもね、なんか群島みたいなのがね、展示されたりして、まあ、そんな場所でしたね。で、隣はこのなんか日本家屋みたいなのがね、 ちょっとね、なんかレストランなのか雑貨屋なのかちょっとよくわかんなくてね。まあ時間もなかったんであんまり入んなかったんですけど。こんな感じのね。まあ、向こうでいうインスタ映えスポットみたいなね。若者がこうやってね、なんか楽しむ場所でね。まあみんな、こうやって平和で楽しめばね、いいのかなと思いますね。で、これがですね、まあちょっと中にはね、入ったりとか、よく建物見たり見えたりしないんですけど、小学校かなんかでですね、 その日本統治時代のね、建物まだ使っててね、まあすごい美しいんだろうなとっていう感じですよね。中国とか行くとね、よく日本のね、小学校とかそのまま使ってたりするんですけど、韓国ではこういうの珍しいですね。で、まあ、ここにね、慰安婦像があってね、まあ個人的にはね、あんまりどうかなと思いますけど、あの、まあこれがね、日本旧総領事館で、 まあ、日か平行の語はですね、その、木砲市役所とか、なんかそんな感じのものとして使ってたようですね。で、まあ、たまあ失礼しました。建物内はですね、まあ、こうやって美しくてですね、まあ、景色もね、とまあ、ちょっと木がね、茂ってる気がしますけど、当時はね、良かったんだろうなーっていう感じですよね。 まあこうやってね、建物も当時の通り多分復元されてよね。まあ美しくてね。まあ日本でもよくあるような近代建築のね、場所として楽しめこんなね、石造りの蔵なんかもあったりしてね。重厚感ってすごいですね。で、ここのね、あの、係の人もね、大変親切でね。まあ私は多分日本人じゃ分かったんだと思うんですけどなんか日本語のパンフレットとくれた時、なんかその裏にね、あの防空壕がね、あるよみたいのをなんか、 韓国語で教えてくれてですね。あ本当ね、あの、人は親切だと思うんで、個人的にはいい場所でしたね。で、裏はね、なんかちょっとクレとかに似てますよね。やっぱね。で、こんなね、なんか和風の事務所みたいな、トイレかなトイレですかね。これがね、その防空壕ですね。まあ、ここに来るとね、 多分その中日本人がね、韓国人をひどいことを使ってたんだみたいな話になりがちなのかなと思うんですけれども、まあ、ちょっとね、それは展示とかもよくわからなく、ハングルがわからないあれだったんですけどね。まあ、そんな感じでね、あの、場所というかね、あの建物とか美しいですし、韓国の人も普通にしてれば神聖だと思うんでね、それまた別の機会に話したいと思いますけど、まあ、いい場所なんで、ぜひね、 皆さんもね、訪れてみてください。ありがとうございました。